けどね。そこでちょっと今日それを発表して練習してみたいと思いますんで、ちょっとお付き合いよろしくお願いします。まず山川選手にやる応援歌なんですけど、東京ドームの時は江藤選手の応援歌をやりました。で今回西武ドームでやるクラシックは江藤選手の応援歌ではなくてブラゼル選手の応援歌、ブラゼル選手の応援歌を知ってる人はまず挙手していただけますか。思ってたより多かったんで大変嬉しいです、これからそれを歌って練習しますんで、知ってる方は大きな声で周りの人に分かるくらい歌って、このブラゼル選手の応援歌を周知したいと思いますんで、ご協力よろしくお願いします。それと応援歌だとさっとばせやまんかはゴーゴーレッコーやまんか、ここも忘れないでください、クラシックなんで。よろしくお願いします。じゃあまず僕が一回アカペラで歌ってみますんで、歌える人は僕と一緒に大きな声で歌ってください。よろしくお願いします。じゃあ最高お願いします。大丈夫そうですよ。歌詞正直分かんない人っています？あ、結構いらっしゃる。じゃあ太鼓なしで僕アカペラで薄く歌詞カード当日配るんで、当日来られる方は歌詞カード持って一緒に歌ってもらえればと思います。あ、これ YouTube でライブすればいいんだ。とりあえずちょっと僕音痴なんですけど、ちょっと一生懸命頑張っていってアカペラで歌ってみますんで、なんとなくイメージしてもらえれば。いきます、ドン。青い魂バトン2個目、心強く燃やす、目の前に立つものすべて叩き潰せ。そうですよね、すいません、全然分かりにくい感じで。あ、歌詞をそのまま言った方がいいですか。青い魂バット2個目、心強く燃やす、目の前に立つものすべて叩き潰せ、山川。まあ、あとは当日歌詞カード見てよろしくお願いします。トランペットはアカペラトランペットでこの後やりますのでお願いします。はい、そして次、斉藤翔吾選手、今日のヒーローインタビューの斉藤翔吾選手のクラシックの時の応援歌は上本選手の応援歌をやります。上本選手の応援歌知ってる人は手を挙げてください。カットバセサイト、こぼれっこサイト、ラララって感じです。じゃあやります、お願いします。斉藤選手の時は上本選手の応援歌をやります。
そして最後にもう一つ、金子裕二選手の時の応援歌は平尾選手の応援歌でやります。平尾選手の応援歌分かる人、平尾博士だよ、ちょっと待ってーの方です。じゃあ早速やりますんでお願いします。平尾選手の時はあの我らが平尾尾が最後だったんで多分言いやすかったと思うんですけど、金子選手の場合はカットバセーカットバセーレッツゴー金子ガッチリ行こうぜ我らが金子尾尾って最初は尾が3つです、最後が2つです。じゃあもう一回歌います。カットバセーカットバセーレッツゴーカネゴーガッチリ行こうぜ我らがカネゴー。ちょっと難しいですけど、まあ3日間なんでそこはなんとかお願いします。大丈夫ですかね。今やった三選手、トランペット、アカペラ、トランペットでやりたいと思いますんで、はい、3人続けて。じゃあまず最初にやった山川選手からいきます。ホームラン、ホームラン。
行となりましたのでご協力お願いします。そして本当は全部やりたいところなんですけど、時間もない関係、今日の 1,2,3 番の選手だけやりたいと思いますんで、今みたいな一通りでトランペット、アカペラ、トランペットです。ではまず秋山選手、佐藤智明コーチの現役の時の曲ですね。さあ、佐藤智明選手なんで足が速かったんで、走れ走れ、Thank you.
本田先生、誠にありがとうございます。